流し手なんですけど、ちょっとまくっていただいても、はい、扱っても、いただいても大丈夫ですし、もう、とても着やすいですね。これにじゃあこう合わせる、やっぱり何か入れた方がいいですかね。そうですね、結構ウエストの位置をはっきりさせたいっていうのであれば、はい、こうインしていただいて、ちょっとベルトがついてるので、着ていただく、いただけると、ウエストの位置がはっきりするので、足の効果も期待されますし。そうですね。でも普通に出して着ていただいても、本当女性らしさが、はい、ふわりした感じの雰囲気になりますね、こちらですと。かわいいですね。そうですよ、なんかこれもいいな。変わったデザインになってるんですけども、そうですね、ちゃんとインしていきたい、ちょっとかっこいい、ね、そうですね。普段どういうテイストの洋服が多いですか。でもかっこいいのも好きですし、あ、本当ですか。そういうのを正直着たことがないんですよ。あ、なるほど。でしたら一つ持っていただけるとコーディネートの幅がすごく広がるので便利かなって思いますね。確かにそうですね。あんまりこういうの着てる人っていないですよね。でそんなに人とも被らないし個性も出せるので、なおかつそのツーパターンの着方もあるし、ね、はい、肩はさすがに出していいんですかね。そうですね、それは皆さんはそれぞれの意見があると思うんですけど、はい、出さないのであればこれ、そうですね、着ていただけると結構ここら辺まで隠れるので、それもそれですごく可愛いですよ、このままのシルエットが出るので。なるほど、出さなくてもじゃあ続きてもかわいいです。そうですね、やっぱり肩とか出すの勇気いりますしね、ちょっとこれから寒くなってきますしね。そうですよね。逆にじゃあこれから秋になってきたらこれこのままで、そうです、パンツ合わせてとかだとちょっとトレンド感安定ですね。そうですね、とっても可愛いと思います。で黒のブーツとか合わせていただいてると、やっぱりまとまり感あるので。そうですね、できますね。それやっぱ気になりますよね。色が考えてそうですね。これはもう買おうかな。あ、本当ですか。ありがとうございます。ね、他になんかこれ以外だとどういうので合わせたらいいですかね。普通ですか。そのボトムになんかこれ以外で合わせるとしたらデニムとかいいですか。これですか。そうですね。これに合わせるのであればそうですね。ちょっとかっこいいのも好きというか、そうですね。してたのでデニムを合わせていただいて。こちらもまたアウトでもいいんで、どっちでもいいんですけど、やっぱりですね、でもそういう感じと組み合わせて、合わせたりとかだと、またこれとちょっと違ってみますね。そうですね、カジュアルな感じになりますね。確かにそうですね。でもそんなに上が、はい、そんなにちょっと綺麗めな感じなので、はい、カジュアル